トメは一致が月収15万円だと聞いて、一致を底辺と決めつけ、見下してきた。しかし、一致が月収15万だったのには、ある理由があったのだ。それなのに何も知らないトメは、一致を家から追い出してしまう。後で一致の正体を聞かされ、慌てふためくトメ。一体一致は何者だったのだろうか。シュートメが月収15万の私を見下し、出て行けと言ったので、望み通り出てやった結果。私が夫と知り合ったのは、友人に誘われた飲み会だった。いわゆる合コンってやつで。私は数合わせ的に参加したので、あまり気合を入れずに行ったんだけど。そこで、まさかの運命の出会いをしてしまった。趣味の話をしているうちに意気投合した私と夫は、その場で連絡先を交換。二人きりで会うようになる。ただ私は付き合ってた当時は、結婚までは意識していなかった。というのも彼の父親は地元の建設会社の社長で、いずれ長男の彼が、会社を継ぐことになっていたから、結婚すると色々面倒なことになりそうで、私は私で自分の仕事を続けないといけない事情もあり、彼との結婚は無理かな、と思ってた。でも、仲がいいのに別れる理由もなく、1年、2年と付き合い続けていたら、ついに彼の方からプロポーズ。私は迷ったんだけど、彼が、どうしても一致と一緒になりたいんだ。と言ってくれたので、私は結婚を決意した。一番心配していたのは、私も彼と一緒に会社を継がなきゃいけないのかってことだったんだけど、その心配はないみたいだし、なんと言っても彼のことは好きだったし、結婚した後のことは、結婚してから考えればいいや、と気楽に考えることにした。しかし、プロポーズされてから、実際婚姻届を出すまでのハードルはかなり高かった。私の両親はすぐに夫のことを気に入って賛成してくれたんだけど、夫の母親が私との結婚に大反対。やっぱり夫は、お坊ちゃんなんだなって実感したよ。というのもトメは、後取り息子である夫の結婚相手には、それなりの資産がある両家の娘を、と考えてたみたいで。でも私の実家はといえば、父親はサラリーマンで母は専業主婦という一般家庭。トメからしたら、全く話にならなかったみたい。それでも夫が、相葉きっと一致のことを気に入るはずだから、とトメを説得してくれて、私は夫に連れられて、ウトメに結婚の挨拶をしに、義実家に行くことになった。私は、もともと歓迎されていないのがわかってるのに義実家に行くのは憂鬱だったけど、義実家への挨拶は結婚するならいずれは通らないといけない道なわけで、しぶしぶながら、夫と共に義実家へと向かった。夫の実家は、思っていた以上に立派な家だった。門から玄関までの距離が長く、ガレージには高級そうな車が並んでる。夫に聞いたところによると、義実家は会社を起こした夫の祖父が建てた家らしくて、周りは洋風のコンパクトな家が多い中、バリバリの日本家屋だった義実家は、かなりの存在感だった。だから建物の外観を見ただけでも私は緊張してしまい、ドキドキしながら夫の後ろについて、家の中に入ったんだけど、初顔合わせは、散々だったよ。むすっとした顔で玄関に出てきたトメは、まず私を舐め回すように見て、ち、と小さくしたうち、それだけでもひどい態度だと思うけど、その後トメは、夫に向かってため息をつき、こんなやぼったいこと結婚するつもりって言ったんだよ。当然、夫は怒って、一致は俺が選んだ相手だぞ。初対面で何も知らないくせに悪く言わないでくれ。とトメに言った。するとトメは顔をしかめたまま、まあいいわ、とりあえず入んなさい。と言って、どうにか私は家に上がらせてもらうことができた。それからリビングに通されたものの、私はトメの質問攻めに遭う羽目に。実家はどこにあるのか？親は何をしているのか？趣味は？好きな食べ物は？出身大学は？トメは学歴が気になるのか、大学の次は出身高校まで聞かれて。中学校はどこか、小学校は？と続き、最後には出身幼稚園まで聞かれた。さすがに幼稚園になるとすぐに名前が出てこなくて焦ったよ。ウトの方は細かいことは気にしない人みたいで。息子が選んだお嫁さんなんだから、親がいちいち口出さなくてもいいだろう。って言ってトメをなだめてくれたんだけど、トメは、大事な後取りの結婚よ。嫁としてふさわしいか、しっかり見極めなきゃダメなのよ。と言って引かない。まあ、トメの性格については事前に夫に聞かされてたし、相場あれこれうるさく聞かれることは、私も、ある程度は覚悟していた。だから、トメの質問には正直に淡々と答えた。見栄を張って嘘ついて、後でバレたら大変だからね。ところがしばらくしてトメは、予想もしなかった質問を私に投げかけてきた。ところで一致さん、
お給料はいくらもらってるの？と。普通、会社名とか仕事内容は聞いても、給料の額までは聞かないよね。だから私は、失礼な人だなぁと思いつつ、正直に、月収15万円です。と答えた。すると止めは、はぁ、15万。と大げさに叫んで、目を丸くした。そして、あらやら、月収15万や、まともに生活できないでしょう。毎日もやしばかり食べて生きてたの？と言ってきたので、ちょっとカチンときた私は、いえ、そんなことはありませんよ。と止めに反論した。実際私は独身時代15万で一人暮らしをしていたし、食事もちゃんとしたものを食べていた。まあ当時住んでいたアパートは学生が住むような狭い部屋で、家賃が激安だったせいもあるかもしれないけど、にしても、15万という金額でこれほどまで驚かれるとは思わなかった。そして私が月収15万で働いていることには理由があったから、そのあたりを説明しておこうと、私は今は月収15万ですが、ってとめに言おうとしたんだけど、とめは私の言葉を遮り、月に15万しかもらえないなんて、一輝さんの勤め先はよっぽどちんけな会社なんでしょうね。とばっさり。それからとめは、貧乏人の娘が金目当てで息子を狙っただの、底辺が嫁に来たら名家の血が汚れてしまう。だのと言いたい放題。ここぞとばかりにディスりまくる。途中で夫と弟がとめを止めてくれたけど、私は一生分の悪口を言われたみたいで、どっと疲れたよ。義実家からの帰り道、夫は、母さんの言うことは真に受けなくていいからな。って言ってくれたけど、とめが本気で私を嫌ってたのは確かだし、この先が思いやられるな、と思った。月収15万円で十分に生活できる私に対して、とめはもやし生活しかできないというし、金銭感覚が違うのも明らかなわけだから。月に15万稼げれば十分だと思うよ。結局とめは、結婚を認めてくれたの？それが、結婚は認めてもらえたんだけど、結婚するには、義実家での同居が条件だと言われてしまった。彼が家業を継ぐのは知ってたから、いずれ同居することになるだろうなとは思ってたけど、まさか、最初から義実家に住まなくちゃいけなくなるとは思わなくて、びっくりした。しばらくは夫婦二人きりで新婚生活を送れると思ってたのに、調子が狂っちゃったよ。しかもとめは私のことを底辺だ貧乏だと散々けなしてきたのに、なぜ一緒に住もうとするのか、全く理解できなかった。夫も同居には乗り気じゃなくて、父さんも母さんもまだ若くて元気なんだし、今すぐに同居しなくてもいいだろ？って言って、抵抗したんだけど、とめは、結婚するなら同居、というのは絶対に譲れないらしくて、そのうち、一緒に住めないなら縁を切るとまで言われて、仕方なく私と夫は、義実家に引っ越すことになった。縁を切ると脅してまでとめが同居したい理由って何なんだ？夫も同居したくないならとめの言いなりにならないで、もっと粘ってもよかった気がするが、後で分かったことなんだけど、とめは息子夫婦と同居してるっていうのを、周りにアピールしたかったみたい。宇都の会社は地元ではかなり有名で、義実家も際立って立派な家だっただけに、とめは周りからどう見られるかすごく気にしてたみたいなんだよ。息子夫婦と同居だろうが別居だろうが、とめの評価が変わることはないとは思うんだけど、とめの中では同居イコール、ステータスだとでも思ってたのかもしれない。夫が同居を断れなかったのは、実家とギスギスしたままだと仕事がやりにくいっていうのがあったんじゃないかな。宇都はとめと違って自分の価値観を押し付ける人じゃないけど、やっぱり家の中ではとめが実権を握ってたし、宇都も内心では息子に帰ってきてほしいっていう気持ちがあったみたいで、同居に関しては、とめに反対しようとしなかったんだよ。こうして一輝と夫はとめに押し切られる形で、義実家での同居生活を始めたのだが、結婚前からフルスロットルで私をけなしてきたとめのこと、嫁入りする気満々なんだろうなと私は覚悟してたんだけど、思っていたほどストレスはたまらなかった。とめは家事のやり方にこだわらない人で、私の作る食事にいちいち文句を言ってくることもなかったし、掃除が行き届いてないとか細かく注意されることもなかった。ただ、困ったことに、とめは私に、月収15万円しかもらえない会社なんて、さっさと辞めちゃいなさいよ。と、私の仕事に口を挟んでくるようになった。そしてとめは、お嫁に来たんだから、うちの会社に入ればいいでしょ？って言うんだけど、私は仕事に関してだけは、妥協するわけにはいかなかった。だから夫と結婚するとき、義実家の会社には入らない約束をしてたし、それは結婚の挨拶のときに、うとめにも伝えていた。
とめだって結婚した時から専業主婦で、うとの仕事にはノータッチだったし、私が別の会社で働いたところで、何も困ることはないはずだった。そこで私が、給料が低くても、今の仕事を続けたいんです。と言うと、とめは、嫁のくせに外で働くなんて生意気ね。と不機嫌になる。私としては、共働きで経済的には困ってないのだし、給料が少し安いくらい放っておいてよって感じだったんだけど、自分が社長夫人で上流階級の人間だと思い込んでるとめとしては、低収入で働いてる嫁がいるのが許せないらしい。月収15万しかもらえてないなんて、専業主婦で収入ゼロのとめが言える立場じゃないだろ。その通りなんですよ。月収15万が安いっていうことより、結局とめは私にケチがつけたかっただけなんだと思います。それで私は仕事に関してはとめに何を言われようと従おうとしなかったものだから、ついにとめは爆発してしまった。なんととめは私を追い出しにかかってきたんだよ。それはある日の夕方、仕事を終えた一致が義実家に帰ってきた時のことだった。ただいま戻りました。と言って玄関を開けたら、目の前にとめがいて、仁王立ちで私を見下ろしている。私はよっとしたけど、また何か仕事のことで文句でも言ってくるのかな。早く夕飯の支度がしたいんだけどな、と思い、お母さん、どうかされましたか？ととめとは目を合わせずに、聞いてみた。本当は無視してやりたかったけど、素通りするわけにはいかないし、かといってまともに相手をしようとするとまた言い合いになって、キリがない。ところがとめからは何の返事もないので、私は靴を脱ぎ、とめの横を通り抜けて家に上がろうとしたんだけど、とめは両手を広げて、私を通せんぼ。勝手に入ってこないでちょうだい。ここは一致さんが帰ってくる家じゃないわよ。という、私がポカンとして、どういうことですか？と聞くと、とめは、底辺とうちの高貴な息子ちゃんは釣り合わないってことよ。荷物をまとめて出て行ってちょうだい。そう言って、思い切り私の肩を押して突き飛ばしてきた。60代の女性とは思えない、ものすごい力だったよ。私は身構えてなかったから、押された勢いでよろめいて、玄関の叩きに落ちてしまった。そんな私を、とめは不敵な笑みを浮かべながら見下ろしてたんだけど、一体何が起きたのか、私は訳がわからなかった。とめには散々ディスられてはきたけど、まさか出て行け、とまで言われるとは思わなかったし。そして、もし夫かうとが家にいれば、助けを求められるんだろうけど、二人ともまだ仕事中で、帰ってきていない。目の前のとめは、本気で私を放り出そうとしている。いくら私が抵抗しても、とめはまたきっと、しつこく追い出そうとするに違いない。そこで私はとめに言った。わかりました。出て行きます。と。それから急いで夫婦の寝室に向かうと、自分の荷物を手早くまとめた。いきなり私の持ち物がごっそり消えてしまって、夫が帰ってきたらびっくりするだろうけど、後で連絡しておけばいいと思った。せっせと荷物をバッグに詰める私を見て、とめはニヤニヤ笑ってたよ。そして私がいよいよ義実家を出ようとすると、底辺の貧乏娘が、二度と我が家に顔を見せるんじゃないよ。と罵ってきた。突然の出来事で驚いたけど、とめが肉肉しげに私を見つめる顔を見てたら、ここまで人を嫌いになれるってある意味才能だなって、変に感心しちゃったよ。こうして突然とめに義実家を追い出された一致だったが、とめのやり方は理不尽だけど、正直私も義実家での同居に限界を感じてたから、いい機会だと思った。で、私が向かったのは、自分の実家。突然荷物を抱えて帰ってきた娘の姿を見て、両親は驚いてた。でも私が事情を話したらかなり憤慨して、そんな失礼なお姑さんのいる家には帰らなくていい？ずっとここにいればいいと言ってくれた。その日の夜、夫から早速電話がかかってきて、とめを説得するから戻ってきてほしいって泣きそうな声で言われたんだけど、私は断った。今までのとめの態度からして、どんなに夫から注意されようと、嫁いびりをやめないのは目に見えてるからね。でも夫としては、私が義実家に帰らなくなって、そのまま離婚に発展してしまうことを恐れてたみたい。だから私は、そのうち解決するから大丈夫よ。と夫に伝え、しばらくは実家で過ごすことにした。夫が心配するも、余裕の態度を見せる一致。どうやら一致には勝算があるようだ。とめが私の元を訪れたのは、私が義実家を追い出されてから、約一週間後のことだった。実家のインターホンが鳴ったので私が出てみると、そこには顔面蒼白のとめの姿が。どうやらとめはついに、真実を知ったらしい。私は出るかどうか迷ったけれど、
そろそろ夫も痺れを切らしてるだろうと思い、仕方なく玄関に向かう。そして私が玄関のドアを開けるなり、一輝さん、ごめんなさい。トメはそう言って、いきなり土下座してきた。つい最近まで底辺と罵ってきたくせに、トメのあまりに極端な態度の変わりように、私は呆れ果ててしまった。しかもご近所の目もあるのに玄関の外で土下座され、恥ずかしいったらあやしない。だから私は、お母さん、土下座なんてやめてください。って言ってトメの肩を掴んで起こそうとしたんだけど、トメは意地でも動こうとしない。額を地面にくっつけたまま。まさか一輝さんが偉大なお方だったとは知らず、今まで失礼な対応とっても申し訳ありませんでした。と震える声で言う。まるで時代劇のワンシーンみたいで、笑いそうになっちゃったよ。一体何が起きたんだ？トメに土下座させるって、一輝は実はすごい人だったの？すごい人ではないんだけど、実は私は、勤め先の会社の次期社長だった。というのも、私の祖父が会社経営者で、本当は祖父は、息子である父に会社を継いでもらおうと思ってたらしいんだけど、あんまり親子の仲が良くなかったのかな？父の方が世襲で継ぐことに反発して、他の会社に就職してしまった。でも私は小さい頃から祖父には可愛がってもらってて、大人になってからも祖父のことが大好きだったから、後継ぎに悩む祖父を見て、なんとか力になりたいと思った。会社には優秀な社員が何人もいるんだし、次の社長を選ぶのに血のつながりにこだわる必要はないんじゃないかとも思ったけど、やっぱり祖父としては、自分の会社を子孫に残したかったみたいで、当時、父親とは少し揉めたけど、私は社長の見習いとして、祖父の会社に入ることになったんだよ。ただ、私も実際仕事をしてみないと社長に向いてるかどうかわからないし、まずは初任給の15万で雇ってもらうことになった。祖父は、もっと払わせてくれって言ってくれたけど、私は働くというより学ばせてもらうわけだし、15万で十分だったんだよ。で、なんでトメが土下座したかっていうところなんだけど、最近になって祖父の会社は、ウトの会社と取引するようになって、祖父は私がトメに追い出されたことを知らないで契約したんだけど、最近売上が低迷していたウトの会社にとっては天の助けとも言えるほどの、大口の受注だったらしい。それが後になって、私が祖父にトメの蛮行を報告したものだから、祖父は大激怒。うちの孫を侮辱するような家の人間とは取引中止するって言い出した。ウトは、それはもう、慌てたんじゃないかな。だってウトはトメに、一輝さんが勝手に入れていったのよ。と聞かされていたらしいから。ところが実際は、トメが私を底辺と罵って義実家を追い出したと知り、大事な取引先の次期社長になんてことをしてくれたんだ。会社が潰れたらお前のせいだぞ。とトメに迫った。普段は温厚で、トメに対してもあまり強く出ることがなかったウトだけど、会社の存亡に関わるとなれば、そりゃ本気で怒るよね。それでトメが慌てて、私に謝罪をしに来た、というわけなんだ。夫は結婚する前から一輝が次期社長だってことを知ってたの？一輝の正体を最初からトメに教えていれば、追い出されることもなかったと思うが。私が社長見習いだってことは、夫には話してました。ウトも、夫から聞いてたと思う。トメには結婚の挨拶の時に説明しようとしたけど、トメが月収15万という金額を聞いた途端に、私の話を遮るものだから、私もどうでもよくなっちゃって、そのままになってたんだよ。で、そのうち祖父の会社とウトの会社が取引を始めることになり、でもトメは何も知らないまま、私を底辺と言って追い出しちゃった。まあ、私も、トメがもう少し早く私の正体を知っていれば、って、思わなくもないんだけどね。どちらにしても、月収15万だからって見下しちゃダメだよな。だから私は、相手が月収15万円の会社員だろうと次期社長だろうと、一生懸命働いている人を馬鹿にするのは間違ってますよ。今後のお取引については祖父とよく相談させていただきますので、今日のところはお引き取りください。ってトメに言ってやった。そしたらトメが顔を上げて、待って、一輝さん許して。と言いながら迫ってきたので、私は玄関のドアを閉め、鍵をかけた。トメは、しばらくドアを叩いて何やら大声でわめいてたけど、そのうち諦めたのか、とぼとぼと去っていったよ。ちなみに実家には母親もいたんだけど、普通じゃないトメの様子に恐怖を感じたらしく、奥の部屋に隠れてたみたい。これで取引中止になっても、トメはどうすることもできないよね。その後、夫とはどうなったの？結局、取引は続行することになりました。祖父は義実家に対して怒ってはいたものの、さすがに私の配偶者まで見捨てるわけにはいかないと思ったみたいで、
だから会社の方は無事だったんだけど、夫が私を追うように義実家を出て、二人でマンションで暮らし始めました。あんなことがあってからじゃ、さすがに同居は無理だからね。それからずっと私は義実家に顔を出してないんだけど、夫によると、うとめは離婚寸前らしい。もちろん離婚したがってるのはうとの方で、うとめは、一人になったら生きていけないと言ってごねてるらしいんだけど、まあとめの場合は自業自得だよね。私たち夫婦はこれからは経営者同士で忙しくなると思うけど、今のところ、仲良くやってます。とめは月収15万の一致を底辺と見下して追い出してしまったが、実は一致は、月収15万円の見習い社長。しかも一致の会社はうとの会社の取引先だったため、とめにとっては悲惨な結果になってしまったのだった。もしもあなたに一致のようなとめがいて、今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。それでは今回はご視聴ありがとうございました。ちなみに、月給が15万円の場合、手取りは約12万円になるようです。